絵画骨董買取プロ修華堂の江夏です。絵画骨董買取プロでは美術品の評価査定買取を行っております。はい、先日残念ながらお亡くなりに、なりました篠田桃紅先生ですね。こちら版画作品となります。はい、日本の美ですね、余白の美、そして、一発勝負の緊張感のある作品はですね、この版画作品でも生かされております。1950年代にアメリカに渡って抽象、主義を学ばれた篠田桃紅先生、近年、特に活躍、人気の高まっていた、頃でした。はい、篠田先生の作品、修華堂絵画骨董買取プロでは、強化をしております。買取強化をしております。はい、お写真をお待ちしております。 LINE 査定はこちらです。絵画骨董買取プロでした。